さあ、それではスーパーマリオデッセイの続きやっていきます。さあ、今回はこのニュードンクシティを探索していきましょう。さあ、それじゃあまずは双眼鏡に乗りながらマップ開いちゃいましょう。残りの数は40個ぐらいか。結構あるね。あ、ローカルコインが残ってるんだ。じゃあ後でクッパに探してもらいましょう。自分で探すってことをしなくなったな。さあ、まずはまあとりあえず手前からやっていきましょう。あ、ん、ちょ待って。あ、これは双眼鏡か。よし、じゃあ何か見てみましょう。さあ、見るものといえば、お、あ、これは、あ、お、2人がいる。あ、確かにピーチ姫があそこにいて、そしてお前は、さあ、これが空飛ぶスフィンクイズ。てか普通にタクシーが空飛んでるね。さすがニュードンクシティ、タクシーだって空を飛ぶ。お、よし。さあ、そして M、 あ、なんか、え、マリオ的な、あ、わかった。これ動かして並び替えろとかそういうことだな。よし。お、さあ、ミュージック聞きたい人。さあ、都市を旅するスフィンクイズ。うん、旅しなくていいよって言いたいけど。さあ、君は、こんにちは。はーい。テーマはズバリ小さなモーターうならせてです。おお、バイクのことかな。お、さてと、じゃあニュードンクシティの、え、どれだ。いや、違うな。バイク、うん、メカハナちゃんは小さいエンジンではなさそうだな。モーターか。うん、あ、わかった。小さいモーターってあれだ、あの、なんだっけ、あの小さい車、名前忘れちゃった。あ、はい、うん、ラジコンカーだ多分。この人、あー、確かに帽子かぶってないんだよね。よし、早速、待って、まあ一回やっちゃおう。ミニカー。お、さあ、アクセルは前に倒す。おお、何これ、すげえ機敏、機敏だし、ちょっと、お、リアルな、なんか操作、昔のラジコンってこんな感じだった気がする。おお、左でアクセル、右でハンドル、結構なんか、おお、やりづらい。感覚的にはなんか右の方でアクセルってイメージがあるんだよね。よし、よかった。さあ、ミニカーマニア。うん、今これ音楽鳴ってる。あ、なんとかクラブの方か。あ、はい、ありがとうございます。おお、前後に動かすだけで楽しい。そして、あなたからミニカーへの愛を感じますね。どうぞ中へお入りください。ありがとうございます。お、これは、おお、35秒切るなんてどう考えても無理です。コツはぶつからないことですね。そりゃそうだろうけど、うん、なかなか難しいよ。左でアクセル、右でハンドルだからね。逆だよね、普通と。うん、よし。あ、見なくていい、見なくていい、やめとく。誰に話しかければいいんだ。あ、話しかける必要はないか。はい、ごめん。ミニカーは楽しいです。さあ、アクセル全開で曲がっていく。お、なんかどっかで聞いたことのある音楽。コツはぶつからないことですとか言いながら超ぶつかってんだけど。うー、なんかぶつからないことですとか言ってるけど結構曲がれそう。おー、さあ、ファイナルラップ。こすってる、こすってる。わわわわわ、いけ。ウェーイ、なんとか30秒いけたかな。あー、 10.49。 あ、ラップタイムね。 OK、 よーし。あれ、そこなんだ。これはもしかしてということ。26秒切るなんて考えるだけ無駄です。これは結構難しくない。
ノンストップで行くしかないか。あと3秒も縮めるのか。平均なんか 8.5 秒ぐらい。上から見下ろすってのがなかなか難しいですよ。さあ最短ルートを通っていきたいけど、いけるか。でもちょっと楽しいです。よっ、よいしょ、いけるかな。よし、さあ曲がっていける。オーケー、なんとかいったか。よし、さあというわけで無事両方ゲット。ミニカープロ、さあプロの上とは一体。ミニカーチャンピオン、オッケー、楽しいです。毎日来ないと落ち着きません。それはもう中毒ですね、ミニカー中毒。よし、今フラット出てきちゃったけど、さっきのとこに何かあったかな。まあ大丈夫か。オッケーだね。よし、じゃあ早速ミュージックを奏でちゃおうかな。ミュージックリスト、よし、おそらく下の方にあるに違いない。ミニカーあった。おお、なんか乗りたくなる。アクセルは Y。 結構操作方法違うな。これやってみたい。どうぞ。ジャンプは B ボタンか。いや昔やったことあるけど、これなかなか入りづらいんだよ。よっ、よしでっていう。もういいか。いやらなくていい。はい、うん、さあこれだ。そうです、これです。よし、イエー。さあ都市の国でナイスミュージック。うん、よし、この音楽は最高です。さあヒント取り。フルスロットルで走り抜け。これは何だろう、バイクの方。わからんな。お、レギュラーカップ。あー、ノコノコレースか。うん、ここレースが多いな。発電所でお手伝い。あー、まだ残ってるのか。そっかそっか、確か発電所は1個しか取ってなかったような気がするな。よし、さあこれあからさまに。あれ、ここに人いなかったっけ。まあいっか。じゃあ M 動かす。おダッシュ。ふーん、後ろの色が白いけどやっぱりこうかな。おっと、なんか強制的に入った。そう言われるとなんか反対したくなる。あ、ダメっぽい。 OK。ちょっと待って、これ違うとこに置いたらどうなの。あ、行っちゃうんだ。ちょっとしょ。オッケー、はまるときなんかものすごくガツンとくる。おお。すげえ動く。よし、待ち構え。オッケー、さあ完成。マリオ看板。うん、今フラフラっとこっち来ちゃったけど何もないか。なんで来ちゃったんだろう。さあ次は、目の前この辺り。お、さあ往来のど真ん中で上を見上げるおじさんがいる。あ、また何かあるかも。ないか。お、うん、おお、そういうこと。ちょ待って、届かないか。ポッ、見えないぞ。あれはなかなか難しいな。現在はここにいてこう回ってるのかな。どこか高いとこに行かないと。アウチ、落ちるんかい。よし、待ち構えよう。さあ現在はどこか。
お、来た。あれ違う。え、この影は違うの。あ、いたいたいた。意外な方向に行きよる。あれくそ。騙された。あれ、これはそこのタクシー待った。よーし。あれあ、来てくれた、よかった。もうちょいもうちょい、カモン。オッケー。届かないでと。どうするのこれ。タクシーから行けるかこれ。はよ次のタクシー試す試す。なんか投げる方向がおかしい。あ、いけるいける、なんとかなるかな。よし。いやいや止まってくれよっ。よーし取れた。さあ年の渡り鳥、なかなか厳しかった。よし。さあ次はここか。あれ、こんなものか。ショップ、あー買い物か。よし、じゃあ行きましょう。おおー、なんか人が多いな。うちに似合う帽子ってある？これなんかどうです？派手で似合ってると思うよ。はい。お、新しい商品の入荷ってことはないか。じゃあこれ買う。よし。オッケー。じゃあそろそろミュージックも元に戻そうかな。よし。じゃあクッパ。お願いします。さあどこかな、わからない。ああったあった、結構近い。お、カカシ。お、そこか。上に登るにはどうしたらいいのかな。わからない。確か登れ、あったあったあった。なんか下が気になるの。行ったことあったっけ。お、よっ、なかなか行かない。お、2個だけ。よしよし、じゃあもう一回。さあガンガン頼っていく。おお、なるほど。じゃあマップをよく見て、何もないか。あれ、これは何でしょう。ど真ん中にある。あ、カカシか。なるほど。こっちって行ったことあったっけ。お、あ、あるね。じゃあいいや。よし行こう。ほい。お、結構遠いぞ。向きが違う。よし。いいね。幅跳びからのこうダッシュ力をこうキープする。これ結構使えるから学んでおこう。お、なんだ？元気いいな。あ、スロットか。3度目の正直。お、それは帰りの交通費っすな。やめとけやめとけ。余裕があるときだけやりなさい。お、さあまたかかし。じゃあやるか。お、これはどうなる視点的に。お、あ、しまった、ごめん、キャッピーのこと忘れてた。ここからすな、ここからか。俺あのカタシ使うといつもキャッピー忘れるな。今余裕でキャッピー使えば判定できるぞと思っちゃったよ。もう一回キャッピーなしで行くには、まず
これでこっちの方に来て、おーい、取れ、あ、あさあ3度目の正直っすな。というわけで時間をかけて傾かせてる暇はない。あ、あ、ちょちょちょ、これはキャンセルしたいんですけどこの辺りから行くのがいいよな。賢くやっていこう。下手なプレイヤーほどこう丁寧に準備をしておくといいはず。さあ行くぞ。ここから、そしてもう一回 OK。 これ正確にまっすぐ行くのが結構難しい。よし、さあなんとか3度目の正直がなって、あれ、なんすな。え、もしかして君ら関係あるの？違うか、マンホールじゃないの。うん、なんだろう、上かな、やっぱりこれ関係ないか。うん、これは分からないっすな。なるほど、スロットではない、上かな。うん、あ、上かな。おお、あったあったあったけど、これはそこから行けと。うん、楽できないかな。上から行くにはないっぽいな。やめる。お、あれか、おお、フラフラよし、お、ピーチ姫話しかけちゃおっかな。お、こんなにたくさんの建物が並んでいるなんて。お、圧倒されるね。圧倒されてないじゃん。お、パワームーンが落ちてきたの？うん。さあ、都市の国でピーチ姫。うん。まあ、馴染んでるよね。なんだかんだ言って、高貴な方だから。なんだか海が見たくなってきたわ。行ってみようかしら。これは海の国の方に行けと。うん、なるほど。さあ、あれは。あ、意外と低いんだ。おお。お金。てかよく考えたらなんでここに木箱が。ちょっと遅れたけどなんとか取れた。ビルをつなぐ電線の上、ウェーイ、よし。さあ次はこれか。サブエリアっぽいけど、あの辺りかな。どっちに行けそう。まあ安定の向こうで、よし。おっと、あっとっとっと、ごめんね、ごめんね、つーかもらっとこ。OK。 狭い。あら、ここじゃない。あー、そこか。よし、ローカルコインはどこだ。もう一回。お、下の方か。どうしよっかな。覚えてられるでしょうか。あ、止まったら結構下だね。お、あれ、なんか嫌な予感がするんだけど、これは昔見たことがあるぞ。バイクだし、いけるかこれ。よし、行きましょう。お、なるほど、ジャンプ、よし。おお、ちょ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 、やめてよっ。うう、こっちに行かざるを得ない。てかバイクで行くようなところを走らされたことが分かった。ひどいゲームだ。ウェイ、おっと、よっ、うう、オッケー。さあフルスロットルで飛び越えて、そういうことか。おお、もらったバイクで走り出す。とう、
オッケー。よし、まあここは一回自分の足で走りましたからね。バイクなら楽勝だよ。オッケー。さあそれじゃあ、ローカルコイン探しに行きましょう。おーっと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 、もらっておこう。さてこの辺り、お、それっぽい。あれ、そうなのかな。え、またバイク。お、あれ、あ、そっか、キャプチャーするんじゃなくて自分で乗るのか。うわ、いやそりゃそうだろうけど、え、正面が見れない。おお、ちょっと待って、これ、あ、しまった、これ画面の通りに行くのか。あぶねー、取れてない。くそ、おお、怖い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 。えい、これは結構難しいぞ。あ、あ、そういうこと、遅くなるんだ。えい、うい、これが取れたからまあいいか。感覚が逆だからやりづれ。おお、おい、楽しい。オッケー。さあバイクで大脱走。ローカルコインは、あ、待って、やってしまった。画面は右だから右の方に行くっていう、そういう単純なことができない。うん、これもう一回やらないとダメか。これ結構ローカルコイン取るのが難しいな。さあというわけでもう一回、確か右と真ん中にあったよね。さあ行くぞ。お、うん、お、ローカルコインがまだありそう。へえ、教えてくれる。よし、止まっちゃってもいいから取りたいよね。さあここから、あー、やっちゃった。くそ。また感覚とは逆の方に。わー、そっか、やられちゃえばもう一回ここできるかも。あ、へえ、足場が崩れてたんだね。なるほど。さあもう一回チャレンジ。お金は欲しい。焦っちゃうとなんかつい、あ、ででででで、これはまずいじゃんよ。さあ次、次が肝心。こう真ん中行くからダメージ受けてもいいから。よくないけど、よっ、よーし、やったー。あ、ちょっとまた逆に行ってしまった。逃げろ、回復。さああとはおそらく、いてててててて、助かった。よし、おっと、バックはないんだっけ、ないんだっけ。よし、オッケー。視点が固定だけど操作を普通っていうのがなかなか慣れないですね。さあというわけで、おっと、ピッチ、いつでもどこでも使える、すごい。よし、このまま入れるかな。いけないっぽい。おお、すごい。よし、さあ無事ローカルコインもゲットできたところで、さあ次は、これは何だろう。お、この辺り、うん、とりあえず踏んでみる。わからない、市長。お、おお、何？マリオさんに私のことを知ってほしいのでクイズをしませんか？やってみる。うん。お、正直なご意見として私は市長として務まっているでしょうか？まあまあ、ダメダメ、もちろん。あー、なるほど、これはいわゆる社交性を試されてるというわけか。もちろん。お、いいね。うん、あ、はい、連続問題。私は休日何をして過ごしているでしょう。花の世話、発電所のお手伝い、
歌のお稽古。あー、何してるんだろうね。やっぱりお稽古、花の世話っていうイメージはないけど、発電所のお手伝いなんかは市長のやることじゃないよね。じゃあこれかな。お、いやー、お、いいね。フェスティバルのためにも頑張っています。今日のディナーは何を食べるつもりでしょう。知るかそんなの。キノコソテー、この葉サラダ、フラワーシチュー。どれだろうこれ。これが分かったらなかなかポリン師匠のこと分かってると思うけど、やっぱりキノコのソテーかな。この葉サラダ、あー、サラダもなかなかいいね。シチュー、うーん、確かにディナーといったらやっぱりシチューみたいなの食べたいよね。これはなかなか難しい。っていうか全部じゃないのこれ。うん、フルコースでしょ。じゃあ俺はキノコのソテーで。いいの？おお、マリオさんもキノコがお好きですか？お、気が合うね。まだあるのかよ。ズバリ私の宝物は何でしょうか？カバン、帽子、傘。これはやっぱり帽子かな。おお、イエス。うん、何でも正解なんじゃないのこれ。お、はい。うん、あ、いいね。そういえば今日私の誕生日なんです。へえ。お、え、あー、はい、これは社交性を試されている。何か持ってこいということか。話しかける。うん、はい、なるほど。何をプレゼントしよう。何か買ってこれるのかな。よし、まあとりあえずじゃあ違うとこ行こうかな。これは結局何なんでしょう。タクシーかな。マンホールでもないな。うん、これに、あ、これでどこかに行く的な。ちょっと違うような、いや合ってるか。ここからどこかにこうホールインワン的な。でもちょっと当てがないな。あ、もしかしてこれって届くのかな。いや水平に行くよね。ポリン市長。市長にダイレクトアタック。あ、届かないじゃん。なんだ、うーん、まあいっか。あ、なんだ。お、市長へのプレゼントにならない。うーん、しかしあからさまに落とし物なんだけど、どうなんだろう。うーん、あの市長のスーツには似合わないような気がするけど、ピーチ姫持ってくればいいんじゃないの。どういう意味かわかんないけど、友達になってもらおうよ。じゃあ目の前。嘘、お前、あ、タクシー動く。ウェイ。どこ行くの。お、あ、なんかどこかで見たことがあるぞここ。あー、そういうこと。前は向こう側に行ったけど、まあ一応行ってみるか。何もないっぽいな。オッケー。今日はなんかどこかで見たことあるやつが多いな。よし。お、なんかめっちゃガラガラとか言ってる。一応破壊しておこう。ここムーンチップか。よし。お、オッケー。あそこに行くこと。上の方にはここいないんだ。意外だね。さあ反対側を見てみる。ていうかこの裏ぶれた裏路地的なとこは何なんだよ。ニュードンクシティの闇か。お、総裁された。あの辺りに確か隠しブロックとかが。あ、ここか。いけるかな。
いけないっていう。ラッキー、すごい。失敗は成功の母。ないの。お、よし。お、いけない。おーっとっと、そういうこと。さあ、穴を埋めといて、OK かな。何もない。さあ、あと3つ。あったあった。お、よし。うん、あっちは自分で行くべきか。隠しブロックはない。あれは出口。うん、じゃあ一旦降りて。何もないか。よし。お、なんか今あったっぽい。お、どうなってる？この真下かな。よし。ないか。さあ、あと一つはどこかな。おっと、あったあった。よし、 OK。 あれ、ここ確か2個あるよね。じゃあどこかに置いてある。うん、これはどっちなんだろう。難しい方なのか普通の方か。全部のタクシーを破壊してみると何かいいことがあるかも。とりあえず撃ちまくる。何もない。じゃあ何だろう。タンクローを全て破壊せよとか。ダメっぽい。さてと、月に向かって撃て。ないか。あれっぽいな。よし、ちゃんと探してよかった。あー、なるほど、そういうこと。よっ、 OK。 お、かわして狙って。うん、なるほどね。最初このコース来た時はあそこに何もなかったと思うけど、いや、あったのかな。お、さあ行きましょう。かっこいい。 OK。 さあ、のどかな。のどかというのはおかしいか。さあ、喧騒あふれる都市に戻ってきて。よし、これなんでしょう。お、つい来ちゃったけど全然違うぞ。この辺り。お、駐輪場を始めました。あー、え、うん、
でっていう。どういうこと？バイクでここに来ると何かいいことが？ちょっとよく分かってない。あ、動いてるのか。違う、このおじさん。ん？あれ？見つかったね。うまく隠れたつもりなんだけどな。どういうこと？あ、はい。さあ、カブロの人が乗り移ってたっぽい。ああ、なるほどね。うん、全然気にしないでやっちゃったけど。おお、なるほど。楽していくね。じゃあ、どこかに仲間がいたのかな？全然気づかなかったけど。よし。さあ、それじゃあ、確かヘリポートの近くにお宝があったはずだから、行きましょう。お、ここだな。そい。よーし。オッケー。よし、じゃあ今回はこんな感じでいいかな。ちょうどいいぐらいじゃない？うん。よし。じゃあ今回こんな感じでいいでしょう。さあ、というわけでニュードンクシティ、なかなかこうレース系のアクションが多いかな。こういう雰囲気というかお国柄なんでしょうか。あとは高低差を利用したこう探索とかそういうことがメインになっていきそうな気がしますね。さあ、というわけでじゃあ今回ここまでにしておきましょう。ではまた次回よろしくお願いします。